演舞開演。どうも、私のつれつれなる日常演舞さんです。はい、というわけで本日はこちらこのベーカリーのいちごミルクワッフルを食べたいと思います。ここにも私を作ってもらいます。このふんわりまるでどっちなんだろう。これはもうなんか中央に割ってくださいと言わんばかりの聞き込みがありますね。ではリクエストにお答えして、で、これで断面見えない。はい、改めましてこんな感じです。断面はイチゴミルクはあまり見えませんが香りはしますね。ではいただきます。歯ごたえや酸味が意外とあるね。これ侮ってた。さすがに焼きたてのようにサクッといった食感には至りませんでしたが、結構歯ごたえがあってもう固めで美味しかったです。中にあるイチゴミルクもさっぱりした甘酸っぱさで、いつまでも食べたくなるような味でしたね。保存も効くみたいですね。いっぱい買い込んでっていうのは欲張りすぎました。というわけでこちらのペースを取り出しました。それで猫の恋、骨になるまで気まぐれと、猫の気まぐれの最後まで。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。